皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もソングオブホラー遊んでいきましょう。さあ前回はようやく目的の鍵の4本のうちの1本を入手。ただそれによって改装具あら壊れてしまいました。で今回ですね、ランタン、これ持った上でやっぱ井戸かな。先にほらアルチューが死んだ井戸に行く。第2のアルチューが向かいます。これでここら辺はまだ出ないかな。大丈夫、井戸底か。どう考えてもいい感じはしないわな。これでこっちね、まず急回路ほいさ。さてで、こっから、多分先に、これかな。バケツね。多分、明かりかな。ランタン。ランタンに火がついていない。まずはつけなければ。これで、着火かな。待ってね。調べる。これで、スイッチ。こっかな。よし。で、これは点火したランタン。エタノールの入ったランタン、火をつけられる。こうやってつけるのか。で、これを。よし。こっちは。これで安全だな、多分。本当に？待って待って。なんかさ、カンカン言ってるよな。なんだ？何？おそらく、多分、なんかいた？カンカン言ってた。これで入っていく。井戸の中に光が入った。階段降りるべきか。はい。あ、で、これがマップ使用不可。見れませんと。なんて書いてあるのか読めない。ラテン語だ。階段が壊れたのはかなり昔のようだ。で、戻っていけない。あと、なんだ。明らかに何かの声がする。うおーんって言ってんの。ここ、これ広くない？この門、何かあったようだ。かなり錆びてるが、ただ腐食したわけじゃない。壊されてる。破壊した何者かがいる。根がそこら中に広がってる。ちょっと待ってね。こっち手前はここも広い。どっち側に行く。なんか迷路っぽくない。死体が布に覆われてる。こいつは昔の修道院の住人じゃないようだ。となると誰なのか。それ以前の人。こっから、あ、像があるわ。思い悩む修道士の像、ここにぴったりだな。真っ暗に、これ本当にないの？こっち、行きや、突き当たりはどうなってる？行けませんね。よし。何もない。死体の他には。行けないところを潰しておきたい。あ、で、これは錆びた鍵。近持ちで発見した鍵。まだ壊れてないのが驚きだな。これ持ってケールベ。十字架のそばにコインが数枚置いてある。で帰りたいんだけど、ちょっと待ってね。そっちの奥かな。一応行けるところ全部見とく。ぐるっと回ってなんか一周っぽくなってんのか。これしたいね。おいおい、もうなんか、ところ構わず首を吊るな、彼らは。これで、あはは。なーになになになに。なんか降ってきた。
え、これ結構広くない？待って待って、明らかに音するんだよな。なんだよこっちの奥。ここは、ここは頭蓋骨と骨で溢れてやがる。こ、待て、ちょっとここ怖い。一旦ぐるっと回ろうか。いや、入り口これどこ？あ、これで多分戻ってきた。あ、ですね。これでぐるっと来たと。で、多分こっちが入り口かな。こっちね。ここね。この辺り。こっちの、ここね。ただ、こっからは帰れません。となると何？こっち側。こっちなんだ、これ。ここには重要人物が埋葬されてるんだろう。他の墓より状態がいい。ただ、特にアイテム、あるというわけではない。ほんで、こっから、ぐるっと回って、これでやっぱり、さっきのとこ。んで、この横道ね。やっぱ、ここか。最終的にここに来るのか。これで、繋がりましたと。で、こっからね。ここだろう？こっちだろう？なんなん、ここ。扉か。これ、帰ってこれないか。もしかして。あ。これは、多分、これじゃない？錆びた鍵。よし。んで、もうゴミか。これ専用ね。さあ、多分これはその声の主、ウォーンっていうクリーチャーか。あ、でいいね、マップだわ。これは納骨室。このレバーは、ちょっと待ってね。あ、あ、これまずいね。多分あいつをこう避けながら、あっちの一番奥か、あそこに行きなさいと。ただ、どうやって？これは？ぶら下がってる根は、もうすぐ石棺に到達しそうだ。一旦、これね。あ、これ確定ね、焦点。これで、この扉がですね、多分、ここに行ったんだ。うわ、ちょっと待って。この数、こっちは？ここの向かい。あ、ここにもレバーあるわ。で、さらに、ここにもか。これね。あ、あと、ここにもだ。どうしようかな。次、と、何？これアイテム、作家の告白。セバシアン・ピン・ハッシャーの罪の告白。私は家族を見捨て、急遽に嘘をつきました。これなんだろう？ドキュメント。いや、違うな。多分、あれだけ？アイテム。これもないね。なんだろう。おそらく、回収アイテム。さて、こっから、次どうする？多分これどっかに閉じ込めんのか、あいつをね。焦点、これね。これ確定ね。次。こっち、これは、待ってね。これが、こっちか。んで、戻しましたと。あ、そっかそっか。起動と戻しってのかな？多分、ついになってる。で、次ですね。あ、待って、ここまずい、ここまずい。となると、一旦壁を作った上で、
おびき寄せる。つまり、こうか。ここじゃない？他どうかな？アイテム。ここは何もない。あ、で、これも、よし。これ戻しね。となると、これこっちもかな。起動と、あと、戻しね。よしよし。さて。で、次ですね。一旦、ここに呼ぶか。これで、どこだったっけ？これ？ちょっと待ってね。多分これかな？うわ、どこ行ったんです？あ、そこに来た。で、閉じ込める。なんか、これでよくない？もう、閉じ込まったけど。え、これでもう、なんかクリアしてない？で、戻れんでしょ？ほんで、こっから？よしと。んで、そこ、ちょっと待ってね。そこ開いてる？開いてないね。よし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 。あ、なんだ、なんだ、なに？どうしたの？これが開かない。ああ、多分これそっか。扉同士がこれ干渉してんのか。おそらく、ここの扉を、こっちにやるってことか。うわ、これそんな要素あんの？マジかよ。となると、ここか。多分、閉じ込めるべきは、この空間ね、だと思う。ちょい待ってね。次、これ、待って、これどこ？これ、どこ？これ正面。いや、これむずいな。退路を考えながら、やっていく必要がある。で、多分これもでしょ？あ、そう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 。これもこう、部屋作って。この真ん中ね。ここにこの怪物部屋を作るんだ。ここだ。んで、これ閉めたいな。ここの。これは、どっちだ？これかな？あ、多分これくさいな。よし。で、閉めました。よし。これで、誘導できれば多分、勝ちかな。石のブロックがいくつか床に落ちて、壁の中が頭蓋骨で溢れてるのが見える。ここには一体何人埋葬されてるんだ。なんか、ただの地下墓地、カタコンベっていう感じではなさそう。んで、これで多分、あ、そう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 、これで誘導してあげて、で、さらに、もう一回かな。なんでそっち行かない？なんか行かなくない？ん？なんで？ん？どうなってんの？なぜ？どうなってる？ちょっと待ってね。これは？これ、ここ。ちょい待ってね。となると。あ、閉じちゃってる。これちょっとミスったかな。これを解除しないと。どこだっけ？そこの解除。いや、これな。これどこ？うわ、見れ見れ。これで、こうか。ただ、状況変わらず。となると、一旦、これかな？あ、待ってね。こうなったんか。こうなって、これどこだっけ？これこっか。ちょっと待ってね。なんか、ややこしくなったな。わかんなくなってきた。これで、ここをガチャッとやって、こっちに来てくれれば、
あれ、移動したあいつ。あれ、どこ行った？え？待ってね。あ、あ、いいよいいよ。そこ行ったよ。これで閉じ込め。はい。封印。よーし。多分これでいいんじゃない？ゼルダの音が欲しいな。これで持って、あ、ただ、これか。ここね。ちょっと待ってな。このレバー、これどうなってんだ？このレバー、え、あれどうやって開けるんだっけ？ん？これはなんだ？そっち。ちょっとそっち戻ってもらおうか。戻ってもらって、まず優しいね。ここのこのミナスは戻ってくれるのか。なるほどね。となると、タイルを作った上でか。一旦閉めます。で、ここだわ。問題これ。ここね。これを開けた上で、さっきの状況に持っていく。と思う。んで、まず、手前のこれね。手前のこれはここだっけ。あ、そう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 。で、しっかりタイルを作った上で、この、これかな？あ、これね、そう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 。これした上で、さっきの、もう一回ですね。これかな？あ、よした。んで、こっち側に呼んでいく。これをガッチャン。こうね。で、多分こっちに来るはず。そう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 。これで、どうだ？こっち来た？いいね。ポイント。一旦通ってからの、これで蓋かな？ちょっと待ってね。どうだ？これで、さあ、多分これで正解だと思う。あ、いいんじゃない？んで、よーし、簡単よ。孫悟空から簡単よ。退却。あ、待って。なんかあるわ。これも骨かな。壁の中には人骨が山ほど入って上がる。もう本当に何百人単位ね。よし、これ突破かな。ここどこな。聖堂ですかね。これはいかに境界道新マップ。多分ここは鍵かな。あってもおかしくない。宗教的な品だな。聖杯と聖書が数冊、そして器がいくつか置いてある。ここら辺隠れポイントないかな。で、さらに告白。これは会計係の告白。ビクトリーの修道士の罪の告白。私は信仰を失いました。私は神を否定し自殺しました。ただ死んだ後に書いたものではないと思う。これなんだろう。不穏だね。あ、待って、ブルってるブルってる。ちょっとここであの霊障くんね、マジで。これはなんだろう。懺悔室。こっからこの奥に行ける。隠れポイント欲しい。ないかな。クローゼット。待ってね。これ何？1年かけてこのドアを開けようとしても無駄だっただろう。いや、これほんと極端なんだな。1年あったらいけんだろう。ラテン語で祈りが書かれた紙だ。内容はほとんどわからない。あと、垂れ幕？聖セシリア冬の音楽会。この布を下ろすことすらできなかったのか。あ、つまり、ここはその会場か。音楽会の、ここね。まさに、この場所だった。
これは、これは会計係の聖書。ビクトリーの修道士によって線を引かれ、メモを書き込まれている。すべてはまやかしだ。私たちは孤独。孤独のまま宇宙を漂っている。神などいない。神は無なのだから。私が見ている闇に比べれば、神など価値のない妄想に過ぎない。悪魔は子供が作り出した空想、地獄は茶番。お願いだ、これを止めてくれ。何としてでも。地獄すら生ぬりと。俺が味わっている恐怖に苛まれながら、信仰を続けるのは難しいだろうな。修道士たちが味わった同じ恐怖を。と、カイが。宗教画だ。ソフィーなら名前もわかるだろうな。ただ多分ここまで来れないかな、ソフィー。で、これは国会室。無事のようだな。だが中は暗闇しかない。これは入れる？古い国会室だ。紙に書いた罪の告白を入れられる穴がある。で、ここに入れんのか。これね、作家の告白。で、カードが出てきた。このカードを拾って自分の収集アイテムは後のために取っておく。まあ、とりあえず、はいかな。で、これはタロットアイテム、ドア。と、もう一個。会計士。で、これもタロット、ダークネス。ただ、こんなタロットね、多分、ないんだよな。本家タロットに。なんだこれは。まるで数人が同時に書き込もうとしたかのように字が重なって書かれている。で、これは講談っていうのかな。講談にはもう近づけないな。教会の壁は壊れた時に階段が破壊されたんだろう。ここにその階段がありましたと。ぐるっと回る。何が吊るされてるんだ。大きな香炉のようだが。香炉、そういえばあったな。あ、で、これは、やっぱりね、これは隠れポイントか、くっそ。で、多分これは内鍵かな。開くと思う。ちょっと待ってね。セーフ。あ、でもね、待って、普通に行けちゃうんだ、これ。ちょっと待ってね。他に、これは廃墟の中で木が育ってる。ここで起きたことは、もう大昔のことなんだろう。神秘的ではあるよね。自然だけが時を刻んでいる。祭壇の下に、ろうそくや捧げ物が置いてある。あ、で、これは、あれか。歯車か、多分。香炉を吊るしてる。たまたま持ってるよ。歯車。あれ持ってないっけ。あるよ、ほら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 。嘘。え、これでしょ。ほら、歯車。え、これ無理なの。嘘。え、どう見てもだって。ちょ待ってね、調べる。油ほら。これじゃないの。準備できた。嘘。ない。これ本当に言ってんの。これ歯車じゃないの。これよくわかんないけど違うんだ。ここではない。となると、裏側なのか。待ってね。生産用のワインのようだ。キリストの血とも言うらしいな。水をワインに変えたというあれかな。ちょっと待ってね。これ待って、これめっちゃ、いや、あれか。霊が来てんだ。困ってね。ここね、若干声するわ。一旦こっち？ってか何？これダニエルの声なの？花をモチーフとした大胆なタペストリー。昔は美しかったんだろう。ここね、多分、ダニエルの声か。もう、ややこしいわ。
ちょっと待ってね。これね、内鍵ね。一旦、これ外そうか。よし。祈りやミサで使う宗教的な物品。特に驚きではない。これはやばい？いや、セーフかな。ちょっと待ってね。先にこっちは。多分これセーフかな。よし。ただ、ああ、これ銅なんだ。マジか。銅の鍵。となると、こっちは？ここに何かありますように。これは制御室。制御室？あ、なんだ、パーツがあるわ。これは金属の部品。何かの道具の一部である錆びた部品。状態はいい。あとは見た目通りに頑丈だといいが。あ、で、これはあれか。なるほどね。この壊れた、これだわ。組み合わせる。よし。さあ、これで、治ったと。となると、多分これ使ったのハッチかな。ここの真ん中ね。そっかそっか。こっからハッチか。で、これはドキュメント。バイオリン奏者の日記。冬の音楽会で演奏したバイオリン奏者の記述。到着してから酒を飲んでいない。それが俺に起きてる異変の原因だとは思えないが、トニックでも飲みたいものだ。あの、呪われたメロディー。ウォルフガングが楽譜を図書館で見つけたんだ。探していたわけじゃなかったが、古代の都市ビザンティウムの古い巻物や写本と一緒に出てきた。楽譜は現代とは異なるビザンティウムの特殊な音階で書かれていて、この間抜けたちは誰も理解することができない。題目に組み込めるよう通常の楽譜に俺がわざわざ書き直さなければならなかった。メロディーはシンプルで不気味なほど頭から離れない。一人でリハーサルするたびに心がかき乱される。人には言えないような思考が頭の中をよぎり始め、強い不安に襲われる。それでもバイオリンを持つたびにあの曲を弾く衝動が起きる。グループリハーサルの時はその現象が増幅される。仲間たちは誰も認めようとしないが、みんな落ち着かない目をしているのがわかる。音楽会のこと、合同演奏のこと、修道士たちの歌声が教会のホールに広がる瞬間を考えると、怖さと好奇心の両方を感じている。これはその出所だったんだ。ビザンティウムの古代の楽譜。絵画がゴミのように置き去りにされている。と、地球儀。望遠鏡ね。望遠鏡だ。星を眺めるのが好きな修道士がいたんだろう。天文学も学んでたかもな。ピアノ、バイオリン、そしてハープ。音楽の守護聖人だからな。で、最後、説教のようだ、解くことができたのか。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の切れがちょうどいいんで一旦この終わりにして、で、次回ですね、手術用の回想機、あれを使って、このハッチかな。このマップ中央のハッチ、多分あれが開くはず。で、これ開いた上でさらに先に進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、ソングボホラーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。